皆さん、グーモル、徳井空です。本日はですね、私 YouTube で見つけました登坂さんが曲の歌詞を朗読されるという動画を拝見いたしまして、私も挑戦してみたいなと感じました。本日は私の好きな曲からですね、朗読させていただければと思います。それでは挑戦開始です。残酷な天使のテーゼ。残酷な天使のように、少年よ神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。そっと触れるもの、求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう。その背中には、遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ。窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く。少年よ、神話になれ。